はいどうも、キャマイです。今回なんですけど、これからの神ゲーラッシュをどう乗り越えるか教えます。ということでね、やっていきたいと思います。まあ、結構ゲームの発売日の情報に、まあ、精通してる人であれば、まあ、ここからのね、ゲームの発売スケジュールがかなりえげつないことになるっていうことは、まあ、かなりみんなわかってると思うんですけど、まあ、具体的に言うと3月末頃からもうゴールデンウィークぐらいにかけて、もうすごい、もう多分みんながやりたくなっちゃうようなゲームが発売されまくるんですよ。それに伴って、いや、どうしようかな、このゲーム買おうかなとか、まあ、後回しにするかなとか考えてる人多いと思うんですけど、いやでもやっぱりやりたいゲームは買うべきだと、そう思います。ってことで今回は今月末から始まる神ゲーラッシュの乗り越え方をね、みんなに教えていこうかと思うんで、まあ、ちょっと次何のゲーム買おうかなとか考えてる人はね、ぜひね、最後まで見ていってください。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。ぜひね、他の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。さあ、というわけでね、やっていくんですけど、今って多分みんなね、あんまやるゲームないと思うんですよ。まあ昔からやってるゲームをやってるとか、まあオンラインゲームやってるっていう人は結構いるかもしれないんですけど、まあおそらく新作ゲーム今やってますっていう人はあんまいないんじゃないかなと思うんですよね。なんでかっていうと結構期待されていた対策っていうのが、まあ延期っていうところもあったり、またちょうどね、この3月っていうところがあんまりゲームが出ない月でもあって、っていうところで今ちょっとゲーム界隈全体的に新作という意味ではちょっと落ち着いてる状態なんですね。ただし3月末からいきなりとんでもない神ゲーラッシュがやってきますっていう感じで、まあ今回の動画はこの神ゲーラッシュ警報をねちょっと鳴らすとともに、この神ゲーラッシュをどう乗り越えるかっていうところをまあ考えていこうっていうまあ趣旨ですね。っていうところでこの3月末からどういった神ゲーが出てくるのかっていうところをね、まず先に見ていこうかと思います。まずは3月26日ですね。この日をもって神ゲーラッシュが始まります。まあ、もちろんね、もうみんな何のゲームが発売されるかっていう話はね、もう絶対わかってると思うんですけど、モンスターハンターライズが発売されます。ついにですね、かなりね待ちに待ったっていう人は多いと思うんですけども、まあ、これほんとケマイチャンネル的にもまあ絶対買うぞっていうね、まあ、そんなゲームの一つなんですけど、まあ、これは絶対にやりたいわけですよ。じゃあ次、モンハンの発売から6日後ですね、4月1日、この日が何の日か皆さんご存知でしょうか。 PC、Xbox、PS4、PS5 で発売されるアウトライダーズ、まあ、このゲーム TPS のハクスラ要素の強い、ルーターシューターとなっていて、まあ、このチャンネルでもたびたび紹介しているんで多分皆さん分かってるとは思うんですけど、まあ、なんか結構面白そうだぞと。そしてその2週間後、これはおそらく個人差のあるゲームかなと思っていて、まあ、好きな人は買うと思うんですけど、ウイニングポスト9/2021がね発売されてしまうわけですよ。このねウイポに関してはほんとシリーズずーっと買ってきたんで、まあ、今回ももう問答無用で買うんですけど、そうなってくるともうアウトライダーズとウイポの間もほんと2週間しか空いてないんですよね。そしてその1週間後の4月22日、どうすか、この日何の日か分かります。まあ、おそらく目をつけていた人ならわかると思うんですけど、ニアレプリカントバージョン 1.2 が発売されるんですね。もうこの時点でやばいんですよ、だいぶ。もうこの時点でパンクしてんの、本当に。そしてさらにその約1週間後、4月30日に何があるかっていうと、貴重な PS5 独占タイトルであるリターナルの発売日となっています。まあ、このリターナルに関しても結構このチャンネルでは紹介してきたんで、まあ、ちょっと目をつけてる人もいると思うんですけど、これ TPS のローグライクっていう結構珍しいゲームになってて、めちゃくちゃクオリティも高くて面白そうなんですよね。そしてなんとこの4月30日リターナルと同日にもう一個ねとんでもないゲームが出るんですよ。これもね絶対買うぞって決めてるんですけど、ニューポケモンスナップが発売されますっていう感じで、4月30日を迎えて5月に入っていくわけなんですよね。でじゃあもうゴールデンウィークにじゃあ消化するかと思うじゃないですか。ちょっと待って整理しよう。ここまで何本あげた？モンハンライズ、アウトライダーズ、ウィニングポスト、ニーヤレプリカント、リターナル、ポケモンスナップ。ここまでで6本よ。じゃあこの6本をね、ゴールデンウィークにじゃあ消化しますかって、さっきも言った通り思うと思うんですけど、つい1ヶ月前にモンハンライズを出したカプコンが、いやいや、ちょっと待てと。5月8日にありますよ、バイオハザードビレッジがね、つって、来ちゃうわけなんですよ。どう思います？俺パニックなんだけど、まあ、多分俺もだしみんなもだと思うんだけど、もうここまで来るともうほんとちょっと待って、勘弁してくれと。ガチでパンクしちゃおかしくなっちゃうよと思うと思うんですよね。いやごめん、まだある。これね結構楽しみにしてる人多いと思うんですけど、5月20日ルーンファクトリー5が出ます。めちゃくちゃ久々のルーンファクトリーの新作ですよね。これ結構前から告知されていて楽しみにしていた人多いと思うんですけど、まあ、割と注目度は高いゲームかなと思っています。そしてなんと
その翌日、ベセスダの新作 FPS、デスループ出ます。これも一昨年の E3 で発表されて、めちゃくちゃ楽しみにしてて、まあ2年ちょいぐらい待ってようやく出てくるゲームなんで、マジで本当に楽しみなんですよね。ちょっと変わった FPS っぽくて、ちょっと死にゲー FPS っぽい感じなんですよ。まあこれはもう絶対買うでしょ？そして、ごめん。ごめんみんな、まだあるんだ。その、4日後、5月25日。バイオミュータントが発売されます。もうこれもね、絶対買います。めちゃくちゃ面白そうで、まあ、目をつけていた人も多いんじゃないかと思うんですよね。結構 PV とかも公開されていて、再生数も多くて、そこそこね、注目度が高いゲームなのかなっていうふうに思ってます。結構世界観が尖っていて、まあ、獣系オープンワールドアクション RPG と言われています。もう映像もめちゃくちゃ綺麗でね、面白そうなんですよ。そして、その、5日後、5月27日、俺の誕生日でもあり、ドラクエの日と呼ばれるドラゴンクエスト1がね、発売された日なんですけど、まあ、そんな話は置いといて、アイドルマスタースターリットシーズン出ます。もう俺実は結構アイマス好きで、シリーズずっとやってるんですけど、まあ、昨今のアイマスのゲームってずっとね、スマホゲームで展開されていたんで、こうやってちゃんと今週までアイマスが出るっていうのは結構久々で、これもね、結構楽しみにしてるんですよ。っていう感じで、まあ、大体この神ゲーラッシュが5月末まで続きますと。まあ期間で見ると、大体2ヶ月間ぐらい、もう止めどなく神ゲーが出続けます。さあ皆さんどうしますかっていうのが今回の話なんですけど、本当に申し訳ない。いやなんか本当に神ゲーラッシュを乗り越える方法を教えますみたいなこと言っといて、本当に申し訳ないんですけど、無理です。ごめん。本当にごめん。無理だこれ。でね、しかも結構問題なのが、今紹介したゲーム、ストーリーをパッて終わらせて、まあ、エンディング見てクリアしてもう終わりっていうゲームがあんまりなくて、結構やり込んでいく系のゲームが多いんですよ。そういう意味で結構その自分のさじ加減みたいなところも結構あって、これガチでどうしますっていうところで、今俺はもう本当に頭を抱えています。まあおそらく今紹介したやつはほとんど買うことになると思うんですよね。まあそもそもね、なんでこんなことになったかっていうと、もともとアウトライダーズが2月2日に発売。で、リターナルに関しては3月19日に発売予定だったんですけど、この2つが大幅に後ろに延期されちゃったっていうのが結構これが効いてるなって思うんですよ。まあ一応当初の予定は、まあ、2月2日から3月19、リターナルの発売までアウトライダーズをやっておいて、で、まあリターナル3月19日に発売されるんで、そっからモーハンが出るまで、3月26日までリターナルで遊ぼうかなと。で、そっからまあ4月はがっつりモンハンで遊んでみたいな感じのプランを考えていたんですよ。それがいい感じにこの3月末にドドドドドドってなってしまって、まあ、どうしようかなっていうことを多分世界中のゲーマーたちが考えてるんですよね。あ、どうすっかなこれって絶対みんな考えてるんですよ。しかもこのアウトライダーズ、モンハン、リターナルっていうこのまあ神ゲーラッシュの頭に来る3本、まあ、結構どれもなんか敵を狩るようなアクションで、だからジャンル的にも割と似通ってんじゃないかなとか思っていたり、こんな感じで結構購入層も被ってんじゃないかなと思ってるから、これ世の中のゲーマーはこの神ゲーラッシュをどうくぐり抜けんのかなっていうところがね、気になるところですよね。まあ、あとはその時間が足りないっていうところもそうなんですけど、これ今累計して8本とか9本とか紹介したんで、この2ヶ月間で例えば9本ゲーム買うとしますよ。で、まあ昨今のゲームだいたい1本8000円ぐらいします。単純計算してみましょう。8000円×9、72000円。いや、ちょっと待って。今普通に、冷静に普通に考えて、素で、やべえなと思った。まあね、ほら、ゲーム界隈が盛り上がるという意味ではすごく嬉しいタイミングでもあるし、まあ、もうすごい楽しみなんですが、この荒波をくぐり抜けられる自信がないんですよね。まあ、時間的にも、金銭的にも。本当にこれ、やばくないっすか？近年稀に見るラッシュじゃないかなって思うんですよ。で、こんだけ買うゲームがあるのに、その期間わずか2ヶ月っていうのも結構やばいんですよね。スパンがえげつない。だから本当にこの2月から3月にやるゲームが逆になかったんで、今本当すごい暇なんですけど、なんとか波に乗り遅れずしっかり乗っていきたいなっていう風には思いますね。まあ、ただね、みんなもわかってると思うんですけど、一番の疑問はモンハンが出て、モンハンの6日後にアウトライダーズが出るっていうのが一番やばいと思ってます。
まあ、どちらも結構かなりがっつりなやり込みゲーなんで、まあ、おそらくどっちかはこのプレイ時間的な意味で、まあ、会話するんですけど切らなくちゃいけないなっていうプレイ時間的にね、まあ、優先度をつけなくちゃいけないなっていうところではあると思うんですよね。というわけで今回はこの3月末のモンハン発売をきっかけにとんでもね神ゲーラッシュがあるよっていう、そんなねみんなに神ゲーラッシュ警報を鳴らすとともに、まあ、この警報みんなどうやって乗り越えますかっていうところをねちょっとね聞いてみたいと思います。まあ、さっきも言いましたが神ゲーラッシュの乗り越え方教えてあげられなくて本当に申し訳ございませんでした。まあそれでもねしっかりこの波には乗ろうと思うんで、ぜひみんなのこの波の乗り方を教えてくださいっていう感じで今回はこんな感じで終わろうと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。